6月1から2日、ドイツのニュルブルクリンクでアダック・ラベノール24時間、ニュルブルクリンク、通称ニュルブルクリンク24時間レース、の決勝レースが行われたが、レースは深夜23時過ぎの中断の後、翌朝も霧が晴れず、レースは24時間に満たず終了。シェーラースポーツ、THX の16号車、アウディー・ R8LMSGT3A ボーイ、フランク・スティップラー、クリストファー・ミース、 リカルド・フェラー、デニス・マーシャルが優勝を飾った。2024年のニュルブルクリンク24時間は、史上最も短い50周でフィニッシュを迎えることになった。1日の現地時間16時にスタートした決勝は、スタート直前から雨が降り出す不安定なコンディション。クラッシュや火災など、今季も各所でその過酷さを見せてきたが、夜間に再び雨が降り出し、さらに濃霧が出始めてしまう。 そのため、レースは日付が変わる前の23時過ぎに赤旗中断となり、2日8時の再開が予定されていたものの翌朝も霧は晴れず、なかなかレース再開のアナウンスがされないまま時間が経過。9時30分にはグリッドへ走行が始まったが、その後も再開はされず、13時30分にようやく5週のフォーメーションラップがスタートした。ただ、その5週の走行の後、 レースは再開されずそのままフィニッシュ。総合首位、SP9 クラス優勝を飾ったのは中断前に首位だったシェーラースポーツ、PHX の16号車アウディ r 8 l m s g t 3エボイとなった。周回数は50周で、歴史上最も短いニュル24時間のウィーナーとなった。ピットストップに関する規定で、 中断前に2番手だった BMWM チーム RMG の72号車 BMWM4GT3 ダニエル・ハーパーマックス・ハーゼシャルル・ウェイツは3位でフィニッシュ2位はマンタイ・エマのローレンス・ファントールトーマス・プライニングケビン・エストレアイ・ハンカン・グーベンの911号車ポルシェ 911GT3R という結果にメルセデス ランボルギーニとトップ5はいずれも異なるメーカーとなった。木下隆行が乗り込んだ東洋タイヤウィズリングレーシングの170号車トヨタ GR スープラは総合45位。佐々木光太と久保林太郎が乗り込んだ STI の88号車スバル WRX は総合51位。SP40 クラス優勝を飾った。 福田光平と奥村光一が乗り込んだ945号車ポルシェ 718K マン GT4 は総合57位。小西隆翔が乗り込んだ160号車 BMWM4GT4 は総合59位。梅本純一が乗り込んだ805号車フォルクスワーゲンゴルフ GTI は総合60位。